鹿角市で今朝、子牛1頭が死んでいるのが見つかり、熊に噛まれたとみられる跡が残っていました。この牛舎では今月11日にも同様の被害が出ています。子牛が襲われたのは鹿角市十和田大湯の牛舎で、今日午前8時半ごろ、牛舎を所有する男性から子牛が被害に遭ったと市役所に通報がありました。警察などが駆けつけたところ、子牛1頭が腹や背中などをかじられて死んでいました。牛舎内には熊のものと思われる糞が残っていて、熊による被害とみられています。この牛舎では今月11日にも熊によるものとみられる被害が出ています。牛舎の周りには高さ1メートルの鉄製の柵があり、警察は熊の侵入経路を調べるとともに、周辺の住民に注意を呼びかけています。